他拠点にペッパーを配送する場合の梱包方法をご説明します。梱包作業は箱を固定する人とペッパーを入れる人の2名で作業を行ってください。はじめにペッパーの電源がオフになっているか、充電プラグが外れているか、充電フラップが閉じているかを確認します。次に梱包中に移動中の振動で誤って電源オンにならないよう、首の後ろのカバーを開け、緊急停止ボタンを押した状態にします。ピンを取り出し、膝と腰にピンを差し込みます。ペッパーの脇の下から抱きかかえるように持ち上げて、ペッパーの底部から箱に入れ、脚部、上半身の順に緩衝材の奥に入れてください。箱を後ろから支えた状態でペッパーを押さえながらゆっくりと箱を倒します。箱を倒したら頭、腕を緩衝材の奥までしっかりと入れます。ペッパーのディスプレイの裏側にディスプレイ用緩衝材を入れます。アクセサリーボックスを入れます。箱の上面の切れ込みに差し込んだ上側の蓋を元に戻し、内蓋をかぶせます。箱の蓋を閉めて梱包用テープを貼ってください。以上で梱包作業が完了です。